鳥山石炎、百吉連れれ袋より、鳴るカマナルカマ、または、カマナリは、鳥山石炎の妖怪が集、百吉連れれ袋にある日本の妖怪。頭が鎌の妖怪が絵馬を手にした姿で描かれている。石炎による解説には、白沢控図にあるとされる中国における鎌などを、鳴らして、音を出す妖怪、おさむじょについての文が引かれ、鳴るカマについては、直接的には、 明記されていない。室町時代の百鬼夜行絵巻にも釜の妖怪が描かれており、これがモデルになって描かれた妖怪であると考えられている。鳴る釜、釜鳴りという国自体は釜を火で焚くことによって発生する音から吉凶を判断したりする神事や釜が思いもよらぬ音を鳴らすことを幸運不運の前兆と見る俗信などを指しており、 それらが石炎のナルカマという命名の由来の一つであると考えられている。岡山県の木び津神社に伝わっているナルカマ神事などが有名で、道神事はかつて木び津彦の命に打たれた女が人々に託船を下す神となり、釜の音で吉祥が告げられるようになったことが始まりであるとされる。京都のある寺にあった釜は天気を当てることが、 あったそうで、湯を沸かすときに泣くような音を立てることがあり、その翌日はいつも雨が降ったという、ありがとうございます。